レナルド・ニアマイアレナルド・ニアマイアはニュージャージー州ニューワーク出身の陸上競技選手である。1978年に110メートルハードルにおいて13秒23のジュニア世界新をマーク。この記録は2002年に中国の劉将に破られるまで24年間保持した。1981年には 史上初めて13秒の壁を破り12秒93の世界記録を樹立した。1978年から1981年にかけて圧倒的な力を誇っており、モスクワオリンピックでは絶対的な金メダル候補であったが、アメリカのボイコットのため出場できなかった。1981年スイスのチューリッヒで110メートルハードルで、 史上初めて13秒の壁を破り12秒93の世界記録を樹立した。1982年にニアマイアは陸上を離れ NFL のピッツバーグスティーラーズなどのワークアウトに参加した末サンフランシスコフォーティナイナーズに入団し3年間所属した。1984年レギュラーシーズン終了後、翌年行われた第19回スーパーボールにも出場している。 プロフットボールに転向した彼に対して国際陸上競技連盟はあらゆるアマの競技会に出場する資格はなくなったとアメリカ陸上連盟に複数回通告している。トラックでの活躍ぶりに対して期待されたほど活躍はできなかった。パスキャッチ能力のなさはジム・ハインズと比較され彼を獲得したことはビル・ウォルシュヘッドコーチの過ちであると指摘する者も,も多い。ただし、 ニアマヤがプレーに参加した際には、相手ディフェンスは彼を恐れしばしば、ディーブゾーンの守りを厚くし、ダブルカバレッジでマークすることもあった。1986年には再度トラックに復帰したが、NFL のハードヒットに耐えるために7ポンド体重が増えており NFL 加入前の対戦では34回中28回、破ったグレッグホスターにかなわなくなっていた。 1991年の東京で開催された世界陸上でも代表選手に選ばれていたが怪我のため出場できなかった。1994年陸上競技から引退した後子供たちにスポーツを教えるクラブを作った。また1997年の秋まではジョージ・メイソン大学の陸上部のアシスタントコーチも行った。現在彼は陸上競技選手のマネージメントを行っており、 これまでに彼が携わった選手には、アレン・ジョンソンやマーク・クリア、ジャスティン・ガトリンがいる。ありがとうございます。